お疲れ様です。どうぞ。いや、久しぶり。なんで、あの、塗り替え道場の YouTube で言ったら切れていなかったのって視聴者が聞こえてた。何の前触れもないの。怖いっすよ。怖いわ。YouTube 怖いわ。それ YouTube なの。何なんで出てなかった。まあ、YouTube の撮影中に、まあ、ちょっとトラブルが発生した。中学生のようなトラブルが発生した。中学生のトラブルが発生した。中学生的なものが始まって発生して、エイトが大喧嘩になりました。撮影中にこう2人で喧嘩になった。大喧嘩本当やしっかり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 1年だって。いや、1年も経ってないですよ。経っとる、経っとる。え、何歳かしょ。17歳。いや、17歳です。あ、18。18か、18かしょかな。結構ファンおったもんな。うん、だからもうかっこいいよ。結構ファンおったもんな。そう、これなんですか。まあ、今日の話はですね、まあ、たまたま言いたかったところが、若い衆が何人です。今が3。そのやったもう詐欺すごい入れ替わり立ち替わりの生活なんでなんか一人は独立してなんか分かったやつ。ん、分かったやつ。飲み屋とかよくちょいるんです。あ、そうそう、あれがちょっと面白いやめ方して。なんで。要はその仕事で俺の先輩みたいなやつ、その地元ので、その物損事故をして、うんうん、相手が飛び顔がうちじゃなくて俺らお前らじゃない勝ちじゃない、うんうん、その先輩は飛びだって、うん、屋根張った上に次、設備課題の鉄骨を作るの。その鉄骨を生でこうやってたら落ちて、屋根に傷がついたみたいな。で、結局その後、そのうちに、その現場に俺が一人で行ったら、監督から、事故したでしょって言ってきて、いやいや、知らないの。いや、トビの方に来たらトビやってないって言うから、ここしかないから。あんたらしかいないんだな。そう。で、じゃあちょっと、まあそう、もしかしたら俺に黙っとるかもしれないから確認するわつって、その子に電話して、事故がどうのって言われたんだけどって言ったら、屋根ですよねって俺言うから、うん、屋根ですよねってやったのって言ったら、いや、先輩の方がやってました。そうで、いや、なんでそれ分かるのって、いや、自分の前でそれは怒って図面に隠しました、その傷をね。で、そのうちの絵が線になってるから、うん、やってもないことでじゃあこっちは被ってやったっていう、そのそうおかしいからそれ言うべきとこじゃないって言ったら、いや、僕が後で言われるじゃないですか。どういうこと。要はそれをチンコロ、そう、チンコロしたって言われて、うん、って全部やって僕が後にこう詰められるじゃないけど、なるじゃないですか。で、それは違うと、そのうちの元請にも迷惑かかるし、まあそりゃそうだな。そうで、株がもう下がる。で、やってないわけじゃん。それをじゃあ嘘ついて向こうのせいにしろって別に言っとるつもりもないし、本当にやってなくて、その場を見とって、だったら、それでも、じゃあ、その100歩譲って、やってないって言うんであれば、その逆にその、見たときに、これはちょっと言ってくれるの困る。じゃあ、まあ別に僕黙っとってもいいし、でも話が出てきたときには、僕のところじゃないもんで、っていう話はすればよかっただけの話で、別に。いや、もうできないって言うから、ちょっとふざけろ。もうやめますわ。そんなめんどくさいことになるんで、やめますわ。会社で、お前がそれ一番もう、まあ、俺取るよ。聞いてよ、お前。いいね、すんな。いや、もう見ろよ、もうちょっと。で、それで、うん、もうめんどくさいことになるなって、もう一番めんどくさいことしたら自分だし。それでやめた。それで、目をかかってなって、うん、もうやめます、やめますよって言われて、やめた。それで。いいって、お前の今日の話は、そんなまあいいよ、その話はいい。お前17歳のあのクソガキ言ったろ、お前。あんな話じゃな、今日。そうです。そうなんすか、怖いっす。お前も見とん。いや、うちの坊ちゃん。坊ちゃん2人。若い子。ああ、見ますよ。俺は一ついかんのは、お前がそうだ、さっきさ、まあこれ動画にするよ。1万5000円とかバカみたいなの言うじゃん。アホか。これ9000円の1万円も扱ってくださいね。あの子たちが悪いわけじゃないかもしれない。お前が悪いんだ。17、8だもんね。まあ、できんか。でも、ああいう奴らも一人前になってるじゃん。うん。お前一番、俺だって金のこと一回見たことない。
逆に言うと、給料に当てていいっすよ。ヘルメットの挨拶もできないし。それはいいな。アンチョロスもなんか表彰でさ、あーって来るわ。多分そうだよ。まあ、気づくの俺出会わねえよ。そう。誰言うのかな。ヤギタカ君。誰言うのかな。いや、僕言いますよ。言いますしね、言いますよ。言えんだね。言って、出会わねえよ。なあ、シャンプさんじゃいないから。全然言わんでしょ、ね、言ってくれよ。いや、それお前が悪いな。言ったった方がいいこともあるし。俺も全然わからん。やっぱ言われんからそこに俺も多分甘えちゃうと思うんですよ。給料でも偉い人預かったんだよ。預かってほしいんだから、毎月1万円払ってもらうから、7000円だったら預かったんだよ。7000円もいらんもん、預かるもん。いらんだろ。それが仲間だったらいいわけですよ。仲間ならまあ7000円は面倒になるから、1000円、2000円。それはお前1万5000円ってお前最初の一言で言ってたら、公式なんだよ。だってこれ動画するんだよ。1万5000円は僕が言いましたよ、多分。いや、お前おい。でも思うだろ。でもこれまあまあしっかりしょ。自分でトラックも買って。あ、聞いた。自分で商売やって。初日に怪我したけど。名前なんだ？ちょっと。武宏です。いや、よろしく、視聴者の皆さんにまたお願いします。新しく入りました武宏です。よろしくお願いします。名字は小原です。全部いいの？大丈夫です。こいつ名前まだついてないから。ついてない。名前何する？あ、カンタクズテツっていう名前でしょ。こっちイケメンでしょ。クズテツって。お前イケメンだよな。イケメン。イケメンだよな。視聴者に聞きたいよ。カンタとこいつと違うイケメンだろ。お前イケメンだよ、こいつ。イケメン。種類が違うの。あっちはなんかちょっと甘い感じ、甘い感じ、こっちは甘い感じじゃん。ハーフです、ハーフ。あ、やっぱハーフ。そうだよな、ハーフ。俺もハーフ。あ、マジ？じゃあテラともなんかもんじゃん。そうそう。テラでも完全に失敗なハーフだよ。何歳？25？ 25です。あ、そんなかっこいいわ。フィールのハーフだな。いいわ、ショーの顔見て。テラかわしい顔してるの。あ、そうだ。これまた理解要素を抜いとるよな。仕事ができて、だって21からどうしてたの？そうです。でもトラックも自分で持ってるし、一切文句言わんもん。トラックいいよって言ってでも買ったわ。ナイスイグです。すごい21。それはお前1万5000円とか、公式やんけ。これね。そうっすね。公式やんけ。いや、それは俺はいいことだと思うよ。俺は16、17から、まあ、俺それは知らない、これからさ、それいいやつもおるじゃん。うん、そんなやつやって、やらない商売やって。だけど今、そういう夢がないから若い子が集まらないからさ、16、17からそれは出てあげるっていう。大事なことだな。育てんじゃなくて、お前、編集かけてるな、俺。いや、相談なの、相談、本当に。で、それを言ったら、俺がそれで使うんだったらいいけど、ただ俺は、その18までの時間稼ぎしたいだけで、それができれば俺も別にいいって言ったら、それは。うん、じゃあ、まあいいや。俺はじゃあ決めよう、お前決めよう。それで1万5000円で、ほら、預かったら、それちょっと。いや、だから本当お金もねえな。お前が補充授業ちょっと、あれでもあるんだろ。そうです。じゃあ、お前はもうクソ分けっつうのいいで、挨拶もできないぞ。言えんすね。言えんだろ。いやいやいや、いや、自分は言えんかったな。そうだ、それこそ自分とかは暇な時、まあ本体の仕事がなくて受ける仕事がない時は、よそに1万2、3000とかで99なんで入れてくださいって。もうただでもいいもんで、もうただでやるって証だよね。そうです。1万2000トラック持ちで行ったらで行かせてください。で17のやつ、自分一緒に現場行ったことねえやつだ。そうしか。そうですね。後輩連れてきてバイト組ねえことか。でもそれでいいと思うの。現場なんかやりたい子いないから、16、17の子たちはお前現場で一回ちょっと修行しろよって遊んでやつ連れてくるのは俺はいいんだわ。で1万5000円ください。うちが1万5000円払って連れてくるんだ。あ、ちょっとやめやお前。もうちょっと聞かせる。やばいって言うの。やばいって言うの。若い子とか、若い子とか、ちゃんと聞かせる。そんなお前、さらにそれ預けて、
ヶ月で儲けて、ね、こう1日5000円使い入れたら10万円か。だから、それは損っすよ。大変なんですよこいつ。なんか僕こっち取ったらまた同じ同じだろう。危機感だろ。反応下げてるけど、もう反応もしんし。本当は危機感な。あおう。お前の考え。お前の考え。お前の考え。どういうことですか。考えだ。1万5000円。お前があんなことすら金儲けしようと思うよ。あらないよ。お前も言わんだろ。超面白い。いやいやいや、汗汗だったらいいっすよ。僕らはちょっとあの、ユダガ君だからっていうのもあったもんね、やっぱり。でもお前のユダガ君だからって言えんだけど。ユダガ君だから地元の先輩だから怖いから言えんから。言えんことはないですけど、まあ1万5千円もし払ったとしていただくのに、まあ、僕はそれなりに。動かしてたんですよ、この子。現場に連れてったんですけど。それ動かしてたら、もっと動いてる。ちょっと、嫌なこと喋りたい。あ、でも、動いてる。アンチのあの、ハーフだぞ。あれと同じ。トラックの横にビューって積んだら、あーって、立てかけることすらできるの。じゃあ、僕が一緒に行った時は、一緒か分かんないです。その子と一緒か分かんないですけど、うん、僕が下に追って、うん、僕の二頭上に追って、マンションをバラしてたんで。うん、もうそっかとりあえず俺やってくれって、うん、やることはやらせてあいつにそうあのやることいらないんや。いや僕は下半身もできねえし、僕はやらせてたそのこれなりに見せよ。トラックが松田君だよ。松田君がトラックからアンチ下ろしてそこに立てかけろって言ってる。その立てかけすらできないんだよ。一緒の子から。一緒じゃないよ。一緒っす。一緒の子で。で、僕はやらせてた。お前、じゃ甘いんだよ。じゃお前の中の1万5000円が。なんでっすか。ほんで、俺あ、お客さんに見られたくないもん。あんまり挨拶もできない。お前なんだって。誰のとこだろう。初めて見た。はい。はい。見たことある。マンションにいたんですよ。俺の上に、2個上で持った子だ。材料運んでたっす。材料運んで、俺に材料2個から投げとってる。全然ダメだろ。いや、あの時動いとったよな。自分上にいたもんで分からんす。ごめん、そんなお前ちょっといい感じだ。いや、ってことは、あ、商売に行くの。商売は別に悪くないですけど。だって挨拶もできるじゃん。俺言っちゃったらもう仕事なんかいいのいいんだろ。それはいかん。挨拶は一番大事なんですけど、僕らがおった時は挨拶してくれてた。うんうん、してました。挨拶はしてました。お疲れ様です。オッケー。よ、あんな挨拶しない。普通にハキハキしとったんですけど。違うじゃん。どっちだろ。いや、一緒です。お前が悪いと思う。そうっす。疲れが下手です。そんなに、じゃあ俺が見たる時はたまたま悪かったけど、もう万が一ご情報。いや、そんなない。いや、それを言わんと分からんぞ、お前。本当に。俺にも言わんと。豊かに言うだけじゃなくて俺にも言わない。いやいや、あんこ案外社長みたいなところ動きますよ、なんか。でもそれってやっぱさ、建設って本当そうだと思うんだよ。やっぱみんな圧が強いから。で、僕はあの人の圧に勝てないんだよ。建設業界、本を得ない。まあ、どうなの？あの子まだ働いとこう。はい。いや、寺道が強い。寺道が連れてくる。誰連れてくる？いや、その金庫も話もそれもしてない。どっちにもしてないもん。誰にもしてない。金庫も一番5000円だ。俺、テラ首の首だから、地球から首だから、あいつ日本から出てくるのを追い返すだから目の前の金追いかけとる。じゃ、追いかけてない。今、本当に全然ないよ。じゃ、本当になんでなんかさ、俺本当にそのいや、俺は別にお前の気持ちは分かるけど、現実を見るだけだな。
あの子金にせこくないよねって、あの子金よりも仕事だよねって言われるか、うん、あ豊かくもお金だよねって言われる、うん、でもお前はそうやって言われちゃうと思うよ、周りからもそうやって厳しい。ああ、ちょっと考える扱いどころは、それがあれが悪いんじゃないの、そんな奴らがみんな成長していくから、だからあいつが悪いんじゃないの、上方があんな奴だからもうしよう。はい、じゃあ志保さん、皆さん、まあ、最後締めのうどん来たで、まあ、ぼちぼちで最後ちょっと感想だけど2人にですよ、取りたかったもん、17歳も感想ですか。いやいや全然僕らもいい経験になったんです、やっぱりその社長の言葉を聞いて、まあ、飯田君の言葉を聞いて、うんうん、まあ、やっぱこういう考えもあるし、まあ、そうだね、そうそう、僕らも一歩やっぱ成長したっていうところもね、強いじゃないな、強いに言うところは世話で、ひどくなんのはいいけど、そう、まあ年で決めてましたね、やっぱり若いっていうのもあって、うん、まあ、しょうがないなと思ってたんですけど、うん、まあ、やっぱそこは違うんだなと思いました。ちょっと違うけど、いや、仕事が的になるの年は関係ないもん、俺も年は現場で見たら、そう、最初だもんね、しょうがないかなと僕は思っちゃったんですよ。だからお前それを文句言わんと1516で使うつもりだったんだろ。そうですね、ん、ふちゃや今はどう、今はやっぱ違います、何か何が何で俺ですか、なんで何が違う、今は違います、 何が違う、その違いを教えてって言ったから寄ってる関係ねえよお前の話なんだ何が違うのって聞いて、え、人生経験不思議すぎるね、その子の話をしてるからね、まあ、二階堂所の足場の看板これから違っとんの、あんなクソボス一番ません、俺の金払わっとんのお前の金じゃないよ、そういうことや、そういうことさあ、精霊になる、いや、お前のやつ、お前のターンだぞお前のターンだぞ、ちょっと、気をつけます気をつけますじゃあ最後にしよう、まあどう思った、で、まあちょっと大変だと思うけど、いや、あの年で1万5000円もらえるなら自分もらいたかったなと思う、そうやな、後輩連れてきて、そうですね、しかもな、自分一回も現場行ったことねえのに、先輩もともとのお世話なんてとこ、まあ、こいつだと仲いいでな、ちょっと預かってよって1万5000円請求してほしいな、何だろう、羨ましいっす、羨ましいよな、それただで払ったらな、羨ましいっす、お前の先輩が2人とも頼んでるんだろ、お前も言うね言うとこ言うねこの二人が頼んでるとこだな、メリカヤ道場の足場預かっとんのに、なんで簡単に一番欲しいのあげなさい、だって俺欲しいっすわな、だろじゃあお前の金だったらいいんだよ俺の金だろってお前そりゃそうだろ、前は預かっとるの任せてあげる、あんまり口挟んだな、はい、そんな感じで最後はゆうたかがまとめてくるんじゃないゆうたかまとめるやすいません、請求できませんはい、まだまだまだいや、まあ、考えます、考えます、うん、考えます、請求書は俺のだけ通る、君だけ感触忘れてくれ、いやいや、すいません、通らんわ、通ったらダサい、ほんでお前をどう話するの、もう俺がやっとったら本当にダサいんだ、足場班じゃないんだ、小林班だろ、ダサいんだ、ありがとうダサいんだ、わかりました、はい、視聴者の皆さんまた今日も酔っ払い動画ですが、まあ、それだけ、まあ、豊かもリージュもショーもね、お花、はい、お花、まあ、本当にでも食の世界ってそうじゃん、本当に甘い世界じゃないじゃん、半端ない世界だと、それを一般の方が見てどうやって思うか分からんけど、でも塗り替え道場して一般の人からさ、こういうのって足場って無料ってやってるけど、実質原価が12、3万から15万円かかるんですよ、だからそれを提供するのにどれだけ
こうやって男たちが必死にやっておるかってすごい大事なことだろうし、他の人も見ていただいて、まあ、感じるね。でこれで、ね、やっと一般の人に12万15万で材料まで行くんで、ね、芝が提供できてんだから、それを提供するのにあんなクソガキに1万5千円払えです。まあまた楽しい動画撮ってますんでぜひチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。また見てね。